にね、こういうこともしたらいいんじゃない、こういうこともしたらいいよってね、いろんなことを教えてくれるんだよね、ほまれくんはね。だからね、ほまれくんが教えてくれるとね、楽しい楽しい遊びがね、いっぱいできていきます。これからほまれくんとまたみんないっぱい遊んで楽しいこともしようね。はい、じゃあほまれくんお誕生日おめでとう。ありがとう。次はゆあちゃんです。ゆあちゃんはね、さっきお母さんも言ってたんだけどね、とっても頑張り屋さんです。幼稚園でもね、鉄棒とかね、登り棒とかをね、何回も頑張って練習したんだよね。鉄棒もね、毎日毎日練習してました。そして今はね、ゆあちゃんね、お部屋でクッキー屋さんをやってるんだよね。美味しいクッキーをたくさん作ってね、お客さんを呼びに行ってます。またみかんさんも遊びに来てね、ゆあちゃんが美味しいクッキーいっぱい作ってくれるからね。はい、じゃあゆあちゃん、これからもいっぱい遊ぼうね。お誕生日おめでとう。次はみかん、みかん組さんの1、2、3人のお友達です。一番ね、こっちのゆうかちゃんはね、さっきね、5歳になりましたって言ったんだけど、ゆうかちゃんまだちょっとね、もうちょこっとしたらお誕生日が来て5歳になります。で、ゆうかちゃんもね、さっきお母さん言ってたんだけど、お姫様大好き、ね、お家ではね、毎日ドレスを着たりとか、お手紙書いたりとかしてるよって言ってたんだけど、幼稚園でもドレスを着たりとか、だからね、おままごとして遊ぶのも大好きです、ね、それから体を動かすのもとっても、ね、とっても大好きで、いっぱいね、忍者になって今遊んでます。はい、じゃあゆうちゃんとまたみんな一緒に遊ぼうね。おめでとう。おめでとう。ゆあちゃんは6月生まれ、ね、ここ2人6月生まれです、ね、6月生まれで、もう今5歳になりました、ね、いつもね、5月のバンビが毎日始まって、ね、ゆあちゃんね、ちょっとドキドキしてたんだけど、最近ちょっと慣れてきてね、でメロンさんのお友達の名前もいっぱい覚えてね、楽しくなってきたかな。うん、だね。幼稚園でも、いろんなことして遊んでます。で、またみんなゆあちゃんとお話いっぱいして遊んでね。はい、おめでとう。それからけいこちゃん、けいこちゃんはね、本当はこの前お誕生日会にした5月生まれのお友達です。で、けいこちゃんはね、さっきも言ったんだけどね、幼稚園でいろんなことをしてね、遊ぶの大好き。で、おままごとでね、いろんな食べ物を作ったりとか、それから砂でもいろんなごちそうをいっぱい作ってくれます。またみんな作ってもらってね。はい、じゃあけいこちゃんのおめでとう。8番くら